はい、望月凛です。今回はオーストラリアの作家であるロンダ・バーンさんの書かれた世界的ベストセラーであるザ・シークレットを解説していきます。この本は一言で言うと、引き寄せの法則を使って人生をより良くしていく方法を教えてくれる本だ。お前は自分の10年後はどうなっていると思う？多分独身で 1K のマンションに住んで、今と同じように平社員をしてしみったれた生活をしている気がしますね。そうか、おそらくその通りになるだろう。なんでですか？良くも悪くも人は自分の頭の中のイメージ通りの人生を送るものだ。例えばお笑い芸人になる人は、売れていない頃から自分がお笑い芸人になるイメージを強く持っているし、会社の経営者になる人は自分が経営者になるイメージを強く持っている。そして20代で結婚する人は自分が20代で結婚するイメージを強く持っているのだ。実際に孫正義さんはまだ会社を始めたての頃、この町で初めて雇った2人の社員に、いつか必ず売上も利益も1兆2兆と豆腐屋のように数えられる会社にしてみせると言っていたそうだ。実際にそうなっていますね。でもたまたまじゃないんですか？この本ではそれらは引き寄せの法則によってもたらされたものだと書かれている。自分の頭の中で考えていることが現実になるということだ。それは信じられませんね。引き寄せの法則はプラシーボ効果と似ている。プラシーボ効果とは、実際に有効成分が入っていない薬を患者が本物の薬だと思い込んで飲んだ時に症状の改善が見られることだ。このように目には見えないし科学的に説明も難しいが、人には自分の頭の中で強くイメージしたものを現実にするという不思議な力があるのだ。この不思議な力こそが今回のメインテーマでもある引き寄せの法則だ。実際に著者が多くの偉人を調べたところ、成功者は誰もが自分がなりたいものを強く思い浮かべて、それ以外の余計なことを思い浮かべていなかった。今日の授業を受ければ、そんな引き寄せの法則を使って人生をより良くしていく方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。一つ目は、良くも悪くも人生は全て自分の思い描いた通りになるだな。人は自分の頭の中のイメージ通りの人生を送るものだ。なぜなら人はそもそも自分がイメージできないことに挑戦しようとはしないからだ。例えば目の前に大きな壁があったとして、それを乗り越えられるイメージを強く持つことができるから、必死になって壁によじ登ったりジャンプをしたりするのであって、壁を越えられないと最初から思っているやつはそもそもよじ登るどころか立ち上がろうとすらしないだろう。もし自分の頭の中のイメージ通りの人生を送れるのであれば、なんでこうも夢が叶わない人や貧乏な人がいるんですかね？それは本気で自分はお金持ちになれるとか、結婚できる、会社を経営できるという具体的なイメージを持てていないからだ。口ではお金持ちになると言っていても、本当は自分を疑っていたり信じていないということだ。引き寄せの法則はプラシーボ効果と同じだと言っただろう。だがこのプラシーボ効果は、偽物の薬を本物の薬だと思い込んでいるからこそ効果が出るのであって、 1% でも偽物かもしれないと疑っているとその効果は出ない。つまり僕がお金持ちになれないのは、僕が本気でお金持ちになれるイメージを持っていないからだし、僕がモテないのは本気で僕がモテるイメージを持てていないからってことですか？まさにそういうことだ。それどころかお前は自分が貧乏になるイメージを強く持ってしまっている。だからお前は貧乏になったのだ。お前の今の人生は、良くも悪くもお前が少し前の過去にイメージした通りの人生になっている。もし豊かな人生を歩みたいのであれば、ポジティブなイメージを強く持つことだ。次は、自分と同じ考えを持った人を引き寄せるだな。引き寄せの法則とは、自分の考え方によって現実が変わっていくことだ。だが引き寄せられるのは物事だけではない、人も引き寄せられてくるのだ。自分の頭で考えていることと近い人間が自分の元に集まってくるんだ。なぜなら居心地がいいからだな。逆に人は思考が似ていないと居心地が悪くて、とても一緒にいられないものなのだ。そしてその集まってきた人と同じような人生を送るようになる。実際にアメリカの起業家であるジムローンは、あなたは最も多くの時間を共に過ごしている5人の平均であると語っている。なぜなら自分の頭で考えていることと近い人間を自分の元に引き寄せるからだ。お金持ちといればお金持ちになるし、貧乏な人といれば貧乏になるし、不良といれば自分も不良になる。なぜなら思考が似てくるからだ。そして思考が似てくれば行動も似てくる。結果的に自分の身の回りの人間と同じような人間になってしまうのだ。じゃあもし僕がお金持ちになりたいのであれば、貧乏な人ではなくて金持ちと付き合った方がいいし、結婚したいのであれば未婚者ではなく既婚者と付き合った方がいいし、ポジティブになりたければネガティブな人ではなくポジティブな人と付き合った方がいいってことか。当然そうなる。無理してでも周りの人を変えれば自然と自分も変わっていくだろう。でも自分の身の回りにお金持ちの人っていないんですけど。まずは
自分の思考を変えてそういう人を引き寄せることだ。もしお金持ちになりたいのであればお金持ちの思考を真似することだ。何にお金を使い、どういう視点で物事を捉えて、どういう風に人と接するのか、そうやって思考を真似するのだ。そうすれば自然とそういう人間を自分の元に引き寄せることができる。もしそういう人が身の回りにいないのなら、成功者の動画や本などを読んで考え方を学ぶといいだろう。自分の思考が変わっていけば、今まで一緒に遊んでいた友達といてもつまらないし、居心地が悪くなってくるはずだ。次は、良い気分でいるとさらに良い気分になれるものを引き寄せる、だな。例えば、寝不足で気分が悪いと、いつもより悪いことが起こっている気がするものだ。なんか赤信号によく捕まるとか、スマホの電池が切れてイライラしたり、交通事故にあったりとかだな。病は気からという言葉があるように、気分が悪い状態だと病気にもなりやすくなる。一方気分が良いと、何をやっても良いことが起こっている気がする。当然自分の気分が良いと、周りの人も気分が良くなる。もちろん人がよく話しかけてくるようになる。病気にもなりづらい。だからこの本では常に良い気分でいられるように意識するべきだと書かれている。突然気分が悪くなるようなことが起こったらどうすればいいんですかね。その場合、もし悪いものを引き寄せたくなければ、しばらく時間をかけて気分転換することだ。例えば少し仮眠を取るとか、サウナに行くとか、もしくは好きなアニメを見るとかでもいい。とにかく自分の気分を良い状態に保たなければならない。それでも気分が優れない日もあると思うんですけど。それなら今に感謝するといいだろう。気分が悪くなる人は大抵やってもらって当たり前とか、これくらいできて当然という思いがあるからこそ、不平不満で気分が悪くなっていることが多いのだ。だがもし今自分が持っているものに感謝することができれば、当然気分も良くなる。食べられるだけでありがたいとか、道を譲ってもらえてありがたい、働ける場所があってありがたいという感じだな。このように気分が悪くなりそうな時は、悪いものを引き寄せてしまう前に気分転換をすることが重要になる。次は、欲しいものは明確でなければならない、だな。ここからは引き寄せの法則の具体的な手順について説明していく。引き寄せの法則を実行するには3つのステップが必要になる。それは1、未来に欲しいものを明確にする。2、すでに欲しいものを手に入れたと信じる。3、行動して受け取るの3つだ。ここではまずステップ1の欲しいものを明確にするという部分を説明していく。なぜ欲しいものを明確にしなければならないのかというと、それは未来に欲しいものがはっきりしていないと今の自分の立ち振る舞いが決まらないからだ。自分が本当に欲しいものを明確にしなければ何も引き寄せることができないのだ。この時今の自分は一旦忘れて、何の制限もなく一番望んでいるものを思い浮かべてみることだ。とにかくなりたいものや欲しいものを明確にするんだ。ただしそれ以外のことが考えられないくらいに欲しいものを見つけることだ。夢を現実にした人は寝ても覚めてもそのことだけを考えている人だった。どちらかというとお金持ちになってみたいかもとか、お金持ちになれたらいいなみたいな生ぬるい願望ではいけない。これが絶対に欲しい、何としても手に入れると思えるものだ。お前は何が欲しい？自分はお金持ちになることですね。あとモテモテになってポルシェに乗りたいです。これは絶対になりたいです。その願望を全て叶えた自分をイメージしてみることだ。すると気分も良くなってくるだろう。さっきも言ったが、気分が良いというのは良い出来事を引き寄せるのにとても大事なことだ。次は、願望を言うときは否定形の表現をしてはいけない、だな。さっき自分の願望を明確にしてもらったと思うんだが、この時に一つ注意点がある。それは否定形の願望を使ってはいけないということだ。つまり願望を言うときに、貧乏になりたくないとか、病気になりたくないとか、独身になりたくないというように、なりたくないという否定形を使ってはいけないのだ。なぜなら脳は否定形の表現を判断できないからだ。例えばカレーを食べたくないと考えたとしよう。この時お前の頭の中にカレーが思い浮かんだはずだ。はいはい。カレーを食べたくないのにもかかわらず、お前の頭の中にはカレーが思い浮かんでしまった。つまりカレーに焦点が当たってしまって、カレーが猛烈に食べたくなってしまうのだ。これと同じように、貧乏になりたくないでは貧乏に焦点が当たるから、貧乏になった自分をイメージしてしまうし、独身になりたくないでは独身に焦点が当たるから、独身の自分をイメージしてしまうのだ。一方、お金持ちになるという願望であれば、お金持ちに焦点が当たるからお金持ちになった自分をイメージすることができるし、
結婚するという願望であれば結婚に焦点が当たるから、結婚した自分をイメージすることができる。引き寄せの法則によって人は自分の頭でイメージすることを現実にしようとする。カレーを思い浮かべたお前は間違いなくカレーを食べに行くし、お金持ちを思い浮かべたお前はお金持ちになろうとする。次はすでに欲しいものを手に入れたように日頃から振る舞うことだな。これは引き寄せの法則のステップ2だな。これが一番大事だと言ってもいいだろう。なぜすでに欲しいものを手に入れたかのように振る舞うべきなのかというと、自分がそれを手に入れられると信じ込ませるためだ。お前の場合はお金持ちになることとモテること、さらにポルシェに乗ることが願望だったよな。だったら今から自分はお金持ちでポルシェを持っているモテる男になったつもりで振る舞うんだ。この時ポルシェはどんな色で、どんなモデルで、どこの駐車場に停めていて、助手席にはどんな女性が乗っているのか、そしてどんなマンションに住んでいるのかまでリアルに想像してみよう。もしイメージできないのなら、ポルシェの試乗に行くといいし、お金持ちの友達を見てみるといいだろう。そうやって、自分がすでに欲しいものを手に入れた状態を具体的に想像して、いつも気分よくワクワクしていることが大事なんだ。成功者は、軒並み成功した自分をリアルにイメージして、ワクワクしていたんだ。これをやるのって自分がそれを手に入れられると信じ込ませるためなんですよね。そうだ。そうしなければ引き寄せることはできない。前にも言ったが、この薬は偽物だと感じるとプラシーボ効果は出ない。この薬は本物だと信じきれば偽薬でも効果が出るように、俺なら欲しいものを全て手に入れられると信じなければならないんだ。俺はまだ自分には欲しいものを手に入れられる力があると信じきれていないのか。僕はずっと子供の頃から貧乏だし、僕が今乗っているのはシートのビリビリに破れた2万円の原付なんですよ。そういう生活をずっと送ってきたので、どこかで自分が金持ちになれるわけがないって思っちゃってるんですよね。うむ、そういう人は多いな。いいか、今までは関係ない。これから自分が全てを手にしたイメージをまずは強く持つんだ。どん底からお金持ちになった人は、誰もがお金持ちになった自分をイメージして、俺にはできる、俺だったらなんとかなるだろうというように自分を信じたのだ。次は自分の部屋に願望を叶えた写真を飾っておくだな。これはさっきの続きなんだが、すでに欲しいものを手に入れたように日頃から振る舞うための方法として、自分の部屋に願望を全て叶えた写真を飾っておくといいだろう。なぜなら写真を見ることでよりリアルに願望を叶えた自分をイメージできるからだ。例えば手に入れるはずであるポルシェの写真とか、住みたいタワマンの写真とか、自分の理想とするお金持ちの写真とかだ。というのは、人は視覚化しておくとより欲しいものを手にした自分を具体的にイメージできるからだ。ほら、ハンバーグの写真を見ただけでよだれが出るだろう。あれは写真を見るだけでハンバーグを食べている自分をリアルにイメージできるからだな。そんな感じで自分が欲しいものの写真を家に飾っておくとリアルにそれを手にしている自分をイメージしやすくなる。そうやって自分は欲しいものを手に入れられると自分を洗脳させていくんだ。次はインスピレーションを持った行動を起こすだな。引き寄せの法則の手順として、1、未来に欲しいものを明確にする、2、すでに欲しいものを手に入れたと信じるを説明してきた。ここではステップ3の行動して受け取るについて説明していく。寝ても覚めても自分の叶えたい願望のことを思い浮かべているとインスピレーションが湧くようになるのだ。ひらめきや思いつきだな。例えば本屋さんに行くとダイエットとかお金という単語が飛び込んでくることがあるだろう。あれは自分が意識している単語が無意識に目に入ってくるからだ。これと同じようにタワマンに住んでいる自分を日頃からイメージしてワクワクしていると、どんどん頭の中のアンテナがタワマンに向くようになる。すると街を歩いていても無意識にタワマンが目に入ってくるようになるし、自分のイメージ通りのタワマンに出会う確率も飛躍的に上がる。するとチャンスに気づきやすくなるんだ。そしてある日ビビッとくる大きなチャンスを感じる時が来る。他と明らかに違うチャンスだ。それがインスピレーションだ。あとはそれを行動に移すことだ。もしそれがインスピレーションを持った行動であれば、その行動をやることに苦痛を感じないし、没頭できるはずだ。行動というと辛いことだったり、めんどくさいと感じる人もいると思う。しかしそれは、自分の欲しいものに近づかない行動だからだ。インスピレーションを持った行動は努力がいらない。むしろ行動せずにはいられないものなんだ。ある意味、一日中でもそれをやっていられる。最後は、今の人生が幸せなのも不幸なのも全て自分の責任だな。というのは今まで行ってきた通り、自分の考え方が全てを引き寄せているからだな。だから今のお前の人生は全て自分自身が引き寄せた結果なのだ。自分の人生は自分で責任を持ちましょうってことだ。じゃあ詐欺にあったとしても自分が悪いってことですか？ふむ、
そうだ。なぜなら、楽して儲けたいという、スケベ心を疲れたからだ。そもそも健全に生きている人は、詐欺師とは付き合わない。接点もない。詐欺師と繋がる人は、そんな相手を引き寄せてしまった自分の思考に問題があるのだ。それを、俺は被害者だ。騙された。俺は悪くないと思う人は、もう一度騙される人だろう。これと同じように、自分が不幸なのは親のせい、店員のせい、病気のせい、友達のせい、政府のせい、という感じで、常に他人のせいにしていると永遠と気分が悪い状態になってしまう。そういう人は常に被害者意識で気分が悪いからさらに悪いことを引き寄せてしまうのだ。そうなりたくなければ自分の気分や身の回りで起こっている不幸な出来事は全て自分の責任であり自分自身の思考が招いた結果だと受け止めることだ。そして今からでも明確な目標を立てて気分を良くしてさらには付き合う人を変えていけば人生は少しずつ変わっていくだろう。確かに僕は気分が良い方ではないし愛想も悪いです。さらに言うといつもネガティブでした。そしていつも悪いことが起こっている気がしていたんです。それは周りや運が悪いからだと思っていました。でも違ったんですね。今日分かりました。全て僕が引き寄せたことだったんだと。今日から変えていけばいい。この引き寄せの法則を使って良い人生を送るのも悪い人生を送るのも自分次第だ。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。